東京、山梨、埼玉、長野、群馬の1と4県にまたがる奥秩父山塊。険しい山々が連なり、高速道路や鉄道の巨大な空白地帯とも言える、このエリアの真ん中を関東甲信越屈指の林道が貫いている。フィアットパンダ44で、未舗装路をひたすら走り続けた。埼玉県と長野県が接していることを、果たしてどれくらいの人が認識しているだろうか？かくいう筆者も、突然そうと言われたら、一瞬考え込んでしまう。埼玉県の北側に群馬県があって、長野県はその先。そう思っている人がほとんどだろう。まあ、それも仕方ない。両県が接している県境の距離はわずか10キロメートルほどで、しかもそれは関東甲信越でも、屈指の交通網空白地帯にあるのだから。Google マップなどでざっと確認してみると、埼玉県から長野県に行く最短の方法は、国道299号で群馬県を経由するルートになりそうだ。国道140号で、山梨県を経由する方法もあるが、結構な遠回りを強いられるだろう。それより何より、普通は、関越道と上信越道を使って、群馬県を経由するはずだ。いずれにせよ、埼玉県から長野県へ直接行くことは、不可能に思える。だが、この両県の県境を画面の中心に据え、どんどん縮尺を拡大していってほしい。あるでしょう。すっごく細くて、くねくねした糸くずみたいな道が。この道こそ、関東有数の未舗装路として知られる通称、中津川林道、正式名称、秩父市道17号線だ。未舗装区間は118km で、その長さも、さることながら、二つの地点を結ぶバイパス的な役割を持つ道が、未舗装であること自体、今時関東地方では、かなり珍しい。本線から枝分かれした行き止まりの林道が未舗装であったり、ごく短い距離がやむなく未舗装のままになっていたり、というケースは他にもあるにせよ、中津川林道のように起点と終点で別の国道や県道などにつながる未舗装路は稀有な存在だ。ということで、連載3回目にして、初の未舗装路チャレンジと相成った。飲食店も商店もなし。食料の準備は必須。関越道の花園 IC から国道140号を南西に向かい、まずは秩父を目指す。中津川林道にはもちろん飲食店など存在しないため、あらかじめ弁当を買っていくことにした。せっかくだから、少しでも名物らしき弁当にしたかったのだが、早朝出発のためコンビニ以外は開いていない。し
かし西武秩父駅で名物のわらじかつ弁当が買えるという情報を事前にキャッチし、駅なら早朝からでも開いているだろうということで向かうと、なんと売店が改装中とのこと。仕方がないのでサクッとコンビニで弁当を調達する。ちなみに中津川林道の手前の大滝には、これまた名物のバイク弁当で知られる大滝食堂がある。オートバイのタンクの形をした弁当箱にボリュームたっぷりの豚肉が詰め込まれたものだが、こちらは残念ながら長期休業中である。その大滝食堂を過ぎ、滝沢ダムのループ橋を登り切り、県道210号との交差点を北に右折する。そして9キロメートルほど道なりに進むと、中津川林道との分岐点が現れる。左に曲がればいよいよ国道県道ドライブのスタートだ。